え、俺、花クソ氷山の話して、花クソ氷山掘り下げたことないでしょ。聞きたい、花クソ氷山のキャンプの話。小学校6年生の時にさ、ちょっと軽度発達障害だったんだな、今思えば。で、キャンプの日に来な、キャンプに来れなかったんだよ。忘れてて。んで、キャンプした時に遠足行ったら、その遠足でたまたま通りかかった池でブルーギル釣ってて、ブルーギル釣ってっていけませんでした。ずーっと。それから、なんかもうどん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 人が離れてった。鼻クソ氷山。鼻から氷山のような鼻クソが毎日出てたから。熊田正史が鼻クソ氷山って名前つけて、いじめてたよく。で、野球部に入ってな。中学校1年生の時に、キャプテン。じゃあ、俺、1年生のキャプテンみたいなやついたやつ、サンコンってやつがいたんだよ。サンコンと、じゃあ、俺がね、豪所恐怖症と、サンコンと、鼻クソ氷山と、熊田正史と、牛屋のせがれと、あとね、あと、イケメンの田中ってやつがいたんだよ。仲良かったんだよ。で、そいつらで、な、小学校からずーっと、仲良くてさ、鼻クソ氷山をな、今思えば、いじめてたっていう形になっちゃったんだな。で、その時のさ、中学校1年生のバカマダっていう先生がいたんだよ、バカマダ。バカマダ先生がさ、おめえら、鼻クソ氷山いじめてんだろうってなって、いじめてません、って言うわけじゃん。で、俺だけ、なぜか自白してしまって、多目的ホールで1時間怒られて、そこで初めて俺人生で初めて泣いちゃったの。僕がやりましたつって。それで中学校1年生、もう、中1から中3までが、ね、全部、一つの塔に収納されてたんだけど、その真ん中にそびえ立つ多目的ホールで、シャークの弟が泣いてるって。逸話があったんだ。でもな、俺は心を、あ、俺っていじめをしちゃってたんだって、お父さんとお母さんにもものくそに怒られて、なんか、あなたはやっちゃいけないことしましたって怒られるじゃん、やっぱいじめてよくないんだよ。いや、やっちまったなーって。で、だって、そっからは、鼻クソ氷山をね、いじめなくなったの。陰で悪口言うだけだったの。あいつ今日もクセよなーとか、おい、鼻クソ氷山、おい、着替えてるとこ見たか、あいつ尻尾開いてんぞっつって。鼻クソ氷山サイヤ人説みたいな。そういうのもね、誠しやかに囁かれてたんだ。でもなんか、だんだんだん人間大人になってくじゃん。中学校2年生で脇毛も生えてきて、あ、俺も大人になったんだなってなってからさ、野球にね、打ち込むことになったんだよ。うちの、野球部20人、同学年に20人野球部いたんだけど、19人タバコ吸ってたのね、中学生で。1人吸ってなかった人間がいたんだよ。あ、2人吸ってなかった人間がいたんだよ。俺と鼻クソ氷山。だから、中休みでみんながタバコ吸いに行くときは、俺と鼻クソ氷山2人で、キャッチボールをするって。親子のような関係だったのね。親子のような関係だったんだよ。で、中学校3年生のな、最後の試合で、総合体育大会のな、最後の試合、1対0、こっちは完全試合、7回裏、2アウトランナーなし。で、代打、先生が、バカマダ先生がバーって出てきて、俺は、鼻クソ氷山を代打で出すと。お前ら文句あるやついるかと。いや、みんなないです。と言って、最後、鼻クソ氷山が、代打に立ったわけよ。で、鼻クソ氷山は、なんていうの?バットをみんなちょっと今自分でやってほしいんだけど、バットをこうやって構えるじゃん。そこで、ぐるんって、手が動くんじゃなくて、体ごとぐるーんって動く。まぁ、ちょっと軽度発達障害だから、野球もできないわけや。で、こうやってな、持って、体ごと、ドア本当に、ドアってあるじゃん、ドア。ドアを開けるような感じで、ぐるーんって、しかバット触れなかったの。だから、ああ、もう、終わっちゃうんだってなるわけじゃん。え、ドアスイングってかもうドアだよ。あ、終わっちゃうんだって。そう、なるわけじゃん。だけど、でね、公式戦、練習試合、一試合も出たことなかったの。で、その最後、鼻クソ氷山がバーって大体出てって、バッターボックス立ったんだよ。で、もう、パンパンって簡単に追い込まれて、3球目、なんかカーブ、敵のピッチャーのエースのカーブを、ぐるーんってボテって、バットで当たったけど、ボテボテの。ボテンって、おーってなるだけじゃん。で、ピッチャーの正面の一番取りやすいボテボテのピッチャーゴロ。で、ピッチャー、俺今でも名字覚えてるから名字言わないけど、そいつ NHK に入ってるから。パン取ったわけよ。で、ファーストに、ピュって投げて、もう余裕のアウト。鼻クソ氷山が、まあ、3分の2ぐらい行った時に、アウト。もうアウト宣告されたの。あ、終わったと。だけどね、鼻クソ氷山は、走ることをやめずに全力で走ってって、最後ヘッドスライディングしたんだよ。
それ見た瞬間、俺たち、全員、野球部全員、大号泣。で、最後、ゲームセットして、ありがとうございましたって、終わっちゃったな、つって、全部引き上げて、藤原の運動公園ってところがあるわけよ。藤原の運動公園。やったわけよ。で、なんかそれで、その裏のな、木の、木陰でみんなうーってな、泣いてる中、その先生がわーって来て、まあ、お前たち、今日で、ま、チーム決勝戦だったからね、地区大会の決勝戦だったから、県大会をかけた試合で、1対0で負けたんだけど、で、お前たち、まあ、今日ね、3年間お疲れ様と、ま、いろいろね、怒ったこともあったし、いろいろ問題の多いチームだったと。ただ、俺がお前らに誇りを持って言えることが一つだけあると。鼻くそ鷹山を、な、鼻くそ鷹山が、3年間、な、部活を辞めずに、一緒にやってこれて最後な、あいつが打席に立てたと。もうそれはもう本当にお前らすごい、誇りを持っていいぞと。そこでみんなさらに大号泣。なんか、いいセリフ言ってくれたわけよ。ちょっとなんか細かく覚えてないけど。鼻くそ鷹山がな、一生懸命やめずに、お前たちがフォローして、最終的に3年になってからはさ、フォローしてたから。やっぱやめてほしくなかったからね。本当に。大場と鼻くそ鷹山どっちが野球うまいの？そんな鼻くそ鷹山が、な、大きくなって、もうこれ以上言わせるなよ。俺に。これ以上俺に言わせるなよ。大英に、な、もうこれ以上俺に言わせないでくれ。だから俺は、応援してるんだよ、ずっと。嘘です、ごめんなさい。大場鼻くそ鷹山じゃありません。なんかそういう風になってほしいなって、俺また、自分の中で勝手に、今。勝手になんか、どんどん話が進んでました。そうだったらいいなって。もしかしたら、俺、名字覚えてないからさ。あいつが大場だったらいいなって、今、すいません。俺のなんか、希望的観測をなんか、今、述べてました。それだったらもうロマンだなっていう。超感動するだろう。俺たちが必死に支えてプロ野球選手になりましたって。でも懐かしいわ。多分高校まで野球やってたらさ、そういう風に人に話せるエピソードいっぱいあったんだろうな。俺1ヶ月やめたからな。変なブスと付き合うためにメールしててさ、地元のヤクザみたいなも、地元のヤクザの妹と付き合う。ペスの彼女の兄弟と付き合うために俺野球部やめちゃったからさ、そんな感動を味わったのに。